皆さんこんにちは。はい、はい、ブックカフェというぐらいですからね、うん、まあ、本の素晴らしさを皆さんに、ね、お伝えしたりとか、カフェの癒しを、ね、はい、お伝えできればと思うんですけども、はい、迎えまして今日は、はい、うん、113回目です。113回よくぞ続きました ね、 そうですね。誰が見てるのか分かりませんけ ど、 分からないですけど、何でも、ね、継続するってことは大事でございます。継続は力なりです、はい、ね。1回目のことって覚えてますか？1回目ですか、はい、そうですね、なんか四谷のグラットリで撮った気がしますね。3年ほど前に四谷でね、始めた番組で、その後いろんなところで撮りました。神楽坂だったり、お茶の水だったり、あと本、ね、会社でも撮りました。はい、株式会社ナウンド5階特設スタジオでも随分撮りましたし、雪ヶ谷大塚なんていうところもね、行きましたけどね。そうですね、うん、はい、最近はもっぱらこちらでございます。はい、うん、池袋ゲリバ、はい、はい、池袋東口徒歩3分かな、はい、徒歩3分ぐらいです ね、 ね、カラオケビッグエコーの地下1階になるんですけども、レジオーナーの阿部恵里子さんが、本当に今ね、観光名所、今日もね、いっぱいなんか阿部さんと一緒に写真を撮りたいという女子中高生とか男子高校生とか来てましたけど、そうそうそう、今日の阿部さんはちょっと髪の毛がカールかかっていて本当になんか可愛らしいですね。キュートでチャーミング、キュートでチャーミング、ますます美人になって、はい、どうしてこんな綺麗な人が池袋にいるんだろうってびっくりしちゃうぐらいですね。ぜひ皆さんの、はい、イベントかなりやってますのでね、うんうん、池袋劇場さんにね、お越しくださいね。阿部さんに会えますよね。そう、はい、ちょっと美人オーナーさんが必ずいます。これはお得ですよ ね、 ですね、はい、ライブで楽しんで美人オーナーにも会えるということでございます。はい、はい、じゃあひとみちゃん、いつもよりね、自己紹介をじゃあしましょう。はい、はい、恵比寿神社の絵、はい、中野の中、うん、24の瞳の瞳、そして皆さんの体にビタミン、心に瞳、江永ひとみと申します。よろしくお願いします。イエーイ、はい、そしてはい、そして私が障害獲得賞金0円プロテニスプレイヤーなんですけれども、最近はですね、ラケットがどこ行っちゃったかわからないので、はい、ひとみちゃんの専属 MC として頑張っております、南雲和則です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まあ、この放送はね、ちょっとリアルタイムではないんであれなんですけど、いろいろなんか世の中をね、騒がしていることがあって、2020年、今年一番大きな出来事と思われていた東京オリンピックが、ね、はい、来年の、はい、ね、夏ぐらいに開催ということで、ね、延期になってしまいました。これは、うん、まあ、ものは考えようなんでね、楽しみが先に伸びたと思って、まあ、それまで皆さん実力をね、身につけたりとか、見る方もね、よりいい状態で世界の人たち、うん、オリンピックを開催できるようにね、一人一人が準備をしてほしいなと思うんですけども。そうですね、はい、選手たちもね、うん、こうそれに備えてコンディションを整えてたと思うんですけど、うん、はい、またね、うん、新たにコンディションを整えながらね、はい、大変なことだと思いますけどね。大変だと思うんですよね、うんうん、僕たちにできることは、まあ、いっぱいいろんな国の人たちが見に来ます、うんうん、ね、日本っていい国だなと思われるようにおもてなしをしなければいけません。そうですね、はい、おもてなしにはやはり日本の良さを伝えるには言葉ですよね。言葉ですね、はい、ひとみちゃんは今一生懸命英語を勉強しております。外国の方が日本にたくさん来ます、ね、こちらも本がありますよ、はい、ひとみちゃん、はいはい、こちらのラタミラクル瞬間英会話、はい、こちらは、うん、発音、主語、時制を主に取り扱っていて、うん、はい、1週間で英語がマスターできるという画期的な本でございます、はい、じゃあひとみちゃん、じゃあ簡単な英会話を教えていただきたいんですけれども何かありますか？外国の方が日本に来た時におもてなしをする、はい、そうですね、はい、エレベーターの例を、ね、あ、エレベーター、はい、もしエレベーターに外人さんがね、あ、乗り合わせてね、乗り合わせて、はい、でやはり私たちもお席にどうぞってこうボタンを押して、うこう何階ですかとか聞いてね、聞いて先に、うん、そう、後の方をこう降りさせるというね、なんかそういうこう気持ちでいるじゃないですか、開くボタンを押してね、そうそう、どうぞ、うん、どうぞって、もし外人さんがここにいらした時に、はい、僕外人だとして、はい、開くボタンを押しながら、うん、はい、はい、Go aheadGo ahead っていうのをお先にどうぞっていう意味で、そうなんです、はい、フリーでもいいんですけど、はい、Go ahead っていうと、うん、外人さんは納得するというか、こうどうぞ、 Thank you とかというのは、 You are pretty とか言わながらでこう出てくるわけですね。これ語学力自信ないとね、やばい、先降りようとかになりますもんね。そうすると日本人ってなんか自分勝ってたなみたいなね、
どうしてそういう思いやりがない国民なんだろうと思われちゃいますけど、ゴーアヘッド一つ知ってるだけで、そう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 、うん、海外の人とね、うん、なんかこうちっちゃなコミュニケーションがね取れてね、うん、あ、日本人って優しいなって思われると思います。はい、じゃあゴーアヘッドやってみてください。はい、じゃあ今日来てるお客さん皆さん、はい、リピートアフターひとみ、はい、はい、ゴーアヘッド please ゴーアヘッド、うまいです、発音いいですよね、うん、で、そんなね英語をしっかり勉強できるということと、ひとみちゃんのふるさとはどちらですか？宮城です。宮城っていうのはねちょっと珍しい言語を喋るんですよね。そうなんですね、はい、何語ですか？何語今の子たちはほとんど標準なんですが、はい、うん、本当にひいおばあさんひいおじいさんにが飛び交う会話があるんですけど、うんうん、本当にね日本人と思えないような不思議な会話、不思議な宮城弁、まあ考えようによって英語より難しいと言われている宮城弁ですね。そうですね、はい、この宮城弁とそして、英語を同時にマスターするコーナーでございますね。はい、バイリンガル、バイリンガルになる宮城弁と英語のバイリンガルでございますけど、ちょっとこれはね、セレナ先生のコーナーなんですけども、セレナ先生ニューヨーク、ハリウッド、日本小田原いろんなとこ行ってるのでお忙しいので VTR で撮ってありますので ねご覧いただければと思います、はい、ではどうぞ。今日も、はい、私の先生、はい、セレナ先生と女優のね、うん、東堂ひかるさんがお見えでございます、はい、両方ねニューヨークでおこうね、なんですかね、ファッションショーの、ファッションショー、はい、そう、何かとランウェイ、みたいな、ランウェイをなさっている素晴らしいお二人です、はい、ランウェイはなさってないね、ランウェイでファッションショーにお出になれている二人でございます、はいはいはい、今ニューヨーク大変なことになってますけどね、そうなんですね、みんなが助け合ってねやっぱり超えていきたいですね、在宅勤務ですかね、はい、うん、でもね私たちの知り合いのファッション関係の人間は相変わらず動いてますので、はい、あのニュースに煽られずに頑張りたいと思いますね、はい、まあ、宮城弁講座、うん、ね、はい、恋するカフェの人気コーナーでございますね。あの先生お忙しいので時々にしかご出演いただけないんですけども、先生最近なんかハマってることってあります？ハマってること、はい、ですね、和菓子かな。和菓子、和菓子好きですか？いや食べるだけ。食べる何が好きですか？で一昨日ね、はい、あの小田原教室行った時に、はい、あまりに美味しいお団子を食べてしまって、うん、それが中華屋さんのものが、あれですね、そうそうそう、ごま団子みたいなやつ、あ、そうそう、ごま団子、あまりの美味しさにやっぱりちょっとチャイナに対してちょっと三角形だったんですけどやっぱり食べ物はすごいぞチャイナって感じで、それとこれとは別問題ですよね、そうそうそう、それでそれがまんまぬくて、はい、こんな大きい、こんな大きい、熱いの中にちょっとあんこ入ってた、そうそうそう、だいぶ入ってた、うん、それで不思議すぎて持って帰って、うん、そのまま忘れて、ええ、昨日出したらくちゃんってなってたわそしたらそれじゃあ和菓子じゃないんじゃないの、うん、中華なんでしょ、そう中華のところで、あ、そうか、和じゃないの、うん、中華まん、確かにあんこだから和菓子スイーツだよね、中にはね、うん、あんこがこう入ってる、そうそう、日本のあんこがガッすごい美味しかった、美味しそうですか、和中融合なんですかね、そうですね、で発見しました、あれは揚げてたんですね、あ、なるほど、どうやって作るのかと思って、揚げてドーナツみたいな、そうそう、まん丸パンパンだったんですよ、美味しそうだ、やっぱり食って素晴らしいなと思いましたクールジャパンでね、アメリカにもね、じゃあこれを逆、そうそうそう、トラヤさんと一緒に違うか、うんうん、やるといいかもしれない、そうなんです、うん、和菓子なんか和菓子のカフェが今ね、はい、そこの辺にありましたのでね、ニューヨーク、池袋ですか、うんと、うん、あの青山の方で、青山で、そう、ちょっと和菓子のカフェニューヨークでそのうちやってもいいのかな、あ、すごい ね、興味ある方考えるからね、そう、いいですよ、この間アボカド丼でしたっけ、アボカドとサーモンのなんかねお寿司屋さんをプロデュースしてましたね、あ、原宿でね、そう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 、はい、アボカドはね今アボカドソングっていうのを使って作ってるんですけど、うん、なんかおしゃれっていうか可愛いでしょ、うん、みんながなんかマスコットにね、うん、思う、そしてアボカドとねサーモン相性がいいんですよね、あ、そうかもしれないですかね、ひとみちゃん、そうですよ、相性がいいですね、うん、あちらの先生はねサーモンの達人なんです、あ、そうなんですか、サーモンの達人なんです、昔サーモンだったとか、面白い、昔は日本も結構公害とかで川が汚れてて、うん、鮭が遡上しなくなっちゃったんですね、産卵のために、それでこう川をきれいにして空気をきれいにして鮭が帰ってくるようにっていうのをずっと歌を歌い続けたんですよ、うん、そうなんです、そしたら今やね玉川だろうが荒川だろうがみんな鮭が来るようになったんです、すごい、綺麗な川が、はい、
歌で小出正則歌でね、鮭が帰ってきたんです、ね、すごい、カンバックサーモンですよ、ね、カンバックサーモ ン聞こえるんですね、鮭ちゃんもね、うん、聞こえる、通じたんですね、歌はね、やっぱりね、歌に力がすごいですね、そうです、うん、音楽こそね、そうです、この間沖縄の方に聞いたんですけど、第二次世界大戦でこう空襲とかあるじゃないですか、うん、でみんな防空壕で避難してる時に、うん、やっぱこう退屈なわけですよね、うん、恐怖と退屈があって、その中で人々はどうやって励ましてたかっていうと、うん、歌を歌って励まし合ったっていう話をね、沖縄の人が話してくれたんですけど、うん、まあ、アメリカ人にバレちゃうんじゃないかと思って心配しましたけどね、大きいとイタリアでもね、なんか外出禁止令に今なってた、あ、そう、でも、外に向けて街の人たちが、ね、歌を歌ってますね、歌の力っていうのはすごいですよ、ね、素晴らしいと思いますね、うん、元気になりますもんね、はい、そう、この前実はショーをやった時に、うん、うちの生徒さんで弾き語り、うん、モデルもやりながら弾き語りでデビューしたんですよ、うん、はい、私も歌を歌うんですけど、はい、次の時にはこの東堂ひかるが、はい、いよいよ歌をなぜかやることになっちゃいました、女優でモデルで次歌手になるの、なんかそういう流れになりました、やばいな、流れで、はい、やります、俺たちの職場が荒らされるな素晴らしい、踊って歌いますので、どうしよう、4月です、そうか、ちょっと今度ジョイントでね、じゃあ一緒にやりましょう、そうですね、そうですね、宮の光る素晴らしい、小出先生も一緒に、一回限りです、一回限りです、そうだね、またね、歌は得意なんですか、いや、カラオケはよく一人でも行ったりするんですけど、うん、じゃあ相当好きですね、大好きです、友達いないわけじゃないでしょ、え、友達がいないわけじゃないですよね、それもあるんですけど友達いないんです、そんなことはない、友達募集中でございます、ね、ここで募集していいですか、いいですよ、どうぞ、はい、一緒に旅行に行くような、はい、そして一緒にコレクションを目指す、うん、モデル志望の方を募集してます、はい、これは男女動物問わず、動物も OK、はい、動物、そう、尻尾隠してもらいましょうね、うん、本番はね、いやでも、はい、身長とかにね、あまりこう悩まず、うん、だって160少しあれば海外でもチャレンジ全然できますので、ね、先日先生にお伺いしたら、うん、今いい靴があるので、うん、厚底シューズを履けばモデルになれるという、そうですね、うんうん、シークレットブーツですか、シークレットブーツ、シークレットブーツもあるし、うん、そう、あとベルトがね、透き通ったベルトとかあるんですよ、ここで、うん、見えないんですよ、あ、ありますね、そう、はい、コツがね、だからやっぱランウェイのテクニックがあって、うん、英語がある程度できて人脈ができれば、はい、全然海外、日本女性特に、はい、とても喜ばれてますので、はい、東堂ひかるとともに9月、はい、よかったら、よろしくお願いします、世界に羽ばたきます東堂ひかるちゃんでございます、はい、世界を股にかけてで、はい、私ですらもう163ぐらいなで、あ、そうなの、はい、全然背が高いから大きく見えるね、すごいすごいヒールでごまかしたりナオミ・キャンベルさんが実は163らしいんですよ、はい、あ、同じですね、うんうん、だから163あれば結構、ね、パリコレなんかも割と低い人出てますよね、あります？ん？あります。163。ないです、ないです。ないか、惜しいな。これぐらいの入ってもらって。ぼっくりがあるからね。なんだっけ、イワシとみかんと牛乳とほうれん草がいいみたいですよ。セラのニョキニョキ。それを一緒に食べるんですね。そうですよ。はい。で、なんかカモイかなんかにぶら下がってる。伸びると思う、カモイって何ですか、足引っ張ってもらえばいい、カモイ知らないですか、カモイってこういうやつ、カモイってこうなんですかね、鉄棒、鉄棒にぶら下がる、鉄棒じゃなくて、和室の、うん、なんていうんですかね、か角ね、うん、四隅にある、はい、そう、カモイ、わかります、ハンガーとかよくかける、レモンかけとかかけるとかよね、そういうのがあるんですね、うんうん、そうですね、宮城にありますか、あります、実家は洋風建築なんですね、洋風ですね、一応、あ、そっか、うん、洋風建築の人には分からないかもよね、宮城県にはいっぱいあるそうですよ、宮城県にはいっぱいありますね、宮城県に比較的多い建築スタイル、ね、あります、ね、数和室があるので、はい、数、あ、カモイはあります、カモイは、うん、言葉もね、歴史をなんか背負って、歴史、そうなんで、今日もちょっと大変なものが出そうで怖いんですけど、はい、さあ、毎回毎回ね、人々に素敵な宮城弁、今や絶滅寸前、西表山でこのような宮城弁を、多くの人にね伝えていこうということで、はい、本日の宮城弁でございます、ひとみちゃん、はい、何でしょうか、はい、今日はですね、はい、ごでです、ごでごで、ごで、シンプルですね、ごで、なんかごでこけるときにごで、あー、なるほどね、根幹みたいに、これ転ぶんではないんですね、転ぶんではない、転ぶんではないんですね、ごではなんかひかるちゃん得意そうじゃないですか、ごでって何だと思います、ごで、ごで、何だろう、うん、
物の名前かなってちょっと思ったんですけど、うそうです、主語かな、あ、主語、主語、うん、主語、はい、違う、ね、語で違う方を文章の一部ですか、うん、主語に値する、ね、主語に値するんですか、じゃあそうです、ね、はい、おじさまとか、おじさま、あ、近いんじゃないですかね、主語だったさあ、カメールの方で語でってわかりますか、主語で、はい、孫、孫、孫、あ、孫っぽい、あ、じゃあ安倍さんわかります、語で、大阪、大阪でも川崎の方でいかがですか、語では、いや、語では、語では使わない、使わない、面白い、ちなみに語でというのが入ったダイアログ、はい、宮城の人はどのように語でというのを使っているか、ちょっと例文をね、はい、ネイティブ発音、ネイティブ発音で、はい、言いますね、はい、語で、はい、優子ちゃんの隣に座ってるのは語でだデンバー、語でだ、語でだベタ噛んでる噛んでる、ゆうこちゃんまでは分かりますよね、標準語ですよね、だでば、だでばっていうのは、ゆうこちゃんのつなぎる人はまあ語でだということですね、そういうことなんですね、あ、ゆうこちゃんの隣に座るのが恥ずかしいさあ、名探偵セレーナさん、語で、語で、分かりましたか、なんか後手後手、ほら後手に回るとかに近い音なんですけど、全然分かんなかったです、後手に回るとか気が利かないとか、うんうんうん、でも名詞ですもんね、後手はチョコレートではないんですね、あ、そう、ゴディバじゃないよね、ゆうこちゃんの隣にいるんですから、まあ人間か動物かどっちかじゃない、うん、生き物、そう、人間ですね、人間です、はい、後手、だいぶ迫ってきましたけれども、東堂光は、はい、さあ分かったでしょうか、うーんと3、2、1、どうぞ、おい、あ、おいっ子だ、おいっ子か、おいっ子、ああ、ちょっと違う、いい線いったんじゃないですか、ちょっといいところ、男っぽい感じがするよね、男ですか女ですか動物ですか、うん、男です、男です、男、人間の男となると、まあ、結構限られて、もう限られてきます、はい、息子、うんうん、息子とか、おお、いかがでしょうか、ゆうこちゃんの息子、もう一歩ちょっと違うんですね、なんだろう、恋人、恋人、恋人、まあ恋人以上ですかね、あ、旦那さんのこと、ピンポーン、すごい、はい、ですね、旦那さん、旦那さんのことをゴデって言います、ゴデ、じゃあうちの語では、東大出てるのよとかそういう言い方をするわけですか、そうそう、オライの語で、オライの語で、オライの語で、オライっていうのはどういう意味ですか、私のっていう、私のことオライっていう、オライ、オライ、マイ、オライ、マイ、マイ、マイ、オライの語でとか、オライの語で面白い、じゃあぜひニューヨークでもね、語で、オライの語で私の語でになってとか、あ、いいですね、言っちゃいますよ、いっぱい来ますよきっと、そうです、淡路島とかね、淡路島、はい、ちょっといい、ね、珍しいな、両方に点がある、うん、あ、ね、濁点がつくんですね、そう、濁点が2つつくものってあんまりないですよね、ないですよね、これを標準語に直すと、うん、はい、ゆうこちゃんの隣に座っているのは、うん、はい、旦那さんなんですよっていう意味なんですね、はい、もう一回最初のネイティブお願いしていいですか、ゆうこちゃんの隣に座っているのはゴデダンデンバ、最後がダンデンバが分かんないんだけど、最後はね、ゴデは、まあ、旦那さんで、うん、ダデバというのは、うん、ですよっていう、ですよってことなんですね、うん、そうです、そうです、うん、ダデバ、ダデバじゃあ、すごい、やっぱり全部脱根じゃん、アイスクリームですよっていう時はアイスクリームダデバ、ダデバです、ダデバ、ダデバ、じゃあ最後になんかダデバってつけるといいんですね、そうですね、イタリア語みたいにしてなくね、外人が上手そう、ダデバ、ダデバ、なんか濁音がつくんですよ、ね、濁音がね多いね、うん、面白い、今回はでも比較的先生、うん、簡単だったんですか、ダデバ、ダデバ、これ英語に直すの、うん、あ、うん、旦那さんはもちろんハズバンドで大丈夫なんですけども、はい、あるいはスイートハートとか、スイートハート、うん、あとダーリンとかね、ダーリン、ハート、スイートハート、あ、単数形、そうですね、はい、あとダーリンとか、ダーリン、ハートってあの心っていう、そうです、そうです、いうハートですか、そうです、あの愛してる人とか大事な人のことをマイスイートハート、これは旦那に限らず、恋人とか娘とか大事にしてる、あと、そうなんですか、同性でもいいわけですか、あ、もちろんもちろん、なんかスイートっていう言葉はすごいよく使う、ラスオスイートっていうのは、そうスイート、
その行動が愛らしいっていう場合、その人が愛らしい場合もあるし、スイートはすごい使うんですね。日本語だとただ甘いスイーツみたいなことしかやらないけど、こいつなんかちょっと汗臭いなみたいな、そういうのやつ、それスウェットだ、スウェットかスウェットでもスペルが似てるんですよねちょっとね、はい、E と A がね、はい、あ、なるほどね、間違うと大変なことになる、絶対間違わないでくださいね、スイーツねそうだろう、まあちょっと品種が違うのでね、多分外人は通じないと思うんですけど、はい、最後のダデバ、ダデバ、これにちょっと着目しました、はい、今日の英語はじゃあダデバにちょっとね、はい、そうです、あまりにちょっと不思議な音だし、はい、音はいいんですけど、これ標準語に直すとどういう言葉か、もう一回言っていただいていいですか、あ、旦那様なんですよ、うん、このですよ、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 ですよに注目しました、はい、そう、つまり、ですとなんですって結構違う、はい、私どもはあの外人日本語を教えている中で、一文字の日本語があるとないでは全然違う、例えば、あ、電車に乗りましたと、電車に乗っちゃった、はい、乗っちゃったをちゃんと言うと乗ってしまった、はい、何々してしまいましたっていうのは後悔とか、あ、そうですね、本当は乗りたくなかったの、そうそうそう、そういうのが本当に出る言葉なんですね、はい、日本語っていうのは感情移入がものすごく一言でもあるので、このダデバも普通の標準語に直すとなのですとかなんですなるでしょう、あ、そうですね、そう、そうすると普通に彼はハズバンドですっていうのと、ハズバンドなんですよ、その中には言ってないことが、気持ちが知ってたとか、そうそうそう、驚きでしょとか、そう、驚きです、それを英語にするときに言える人はやっぱレベルが高い、だから英語を英語だけでやるよりも日本語をちょっとこう興味深く、自分たちの言葉なんだけども裏に何があるかなっていうのを意識したりすると毎日がすごい楽しくなる、うちのナタミヤクル、あの英会話のクラスでは英語よりも日本語があの上手になるって評判で、微妙な機微といいますかね、そういうのが伝えられるわけですね、そうですね、で普通に本当に今のな、例えば雨ですと雨なんです違うんですよ、あ、分かりますね、単純に言ってるのとね、そうそう、雨ですって言うと普通にあの晴れじゃなくて雨ですよ、でも、はいはい、雨なんですっていうのは何か言いたいことがありそうでしょ、ちょっとがっかりしてるよね、がっかりしてるとか、ね、これに例えば驚きとか、知らないんですかとか、あとへーってちょっとこう関心とか呆れとかある場合に何ですを使うんですよ、だからこれもデバデバ、はい、のところの中に普通にですよりも何だって知ってた、うんうんうん、彼がハズバンドなんだよかっこいいじゃん、そうそう、なのか、ね、彼がハズバンドで嘘みたいか、そういう含みがある、見た目でハズバンド見えない、そうそうそう、親子かなと思ったけど実は夫婦だったみたいな、そうなんです、そういうことですね、でこれを英語にすると、はい、びっくりの To my surpriseTo my surprise 驚いたことに、彼は彼女のハズバンドなんですよ、驚いたこと、 To my surprise と言うだけで驚いたことになります、あと、Do you know 知ってた、知ってる、知ってる、うん、なるほど、うん、雨だよ知ってるって、あの屋内にいる人に知らない人に言うときは、雨ですっていうの、雨だよ雨なんだよっていうときって相手にちょっとこう伝える気持ちがあるじゃないですか、その微妙な違いって結構日本語は最後に出るんですね、はいはい、これを ある程度英語に訳せる人は英語も上手だし、日本語は皆さんネイティブスピーカーですから分かってるんですよ、分かってるけど強く言ったとき多分、はい、そうなんですよって言ってると思うんです、そうですじゃなくてそうなんですよって言ってますね、これは知らない外国人に日本語を教えるっていう環境になった時に初めて意識するので、だからうち のメソッドはそう日本語を振り返りながら英語に持っていくので、ものすごくこう分かりの部分が違 う、 そうだからこの光さんもね、はい、最近日本語が上手になってきて日本語が上手になってきてうち来るとね日本語上手になる、そしてファンが多くなったり、制約率、はい、仕事のお客様が増えたりとか、はい、そういうのはボンボン聞くので、すごい面白い、素晴らしい、まあ、もともとね女優としてはいろんな賞を受賞されて高く評価されてましたけど、じゃあフリートークも上手になったこれからですね、はい、勉強していきます、はい、さあ、はい、で実はこれが本なんですってことで、はい、うん、これが本ですよりも本なんですのがちょっと印象深いね、これが私の書いた本なんですって感じですよね、はい、このひとみんと一緒に作ったんです、はい、うん、でね、著者はセレナ先生お書きになりました、歌詞はひとみんです、はい、でこの中には書いてあるんですけど、うん、主語
発音、時制、英語ってすごい簡単なんですよって話があります、うん、発音はそうな、もちろんそうなんですけど、主語と時制の体操、この2本線をしっかりしてれば英語って間違いようが実はないんですね。でもちょっと敗戦後のいろんな国の事情で英語は難しいと思わされてるんですが、実は簡単、はい、それを体操と瞳と一緒に歌を作って書いたのがこちらの本、またミラクル瞬間英会話です。はい、はい、ぜひね、はい、こちらも合わせてご覧ください、はいはい、1週間2週間でいかに英語が簡単で面白いかっていうのが分かります、うん、じゃあ日本語自体がとても世界の中で変わってる言語だぞと、うん、いい悪いは別にしてちょっと変わってるよっていうことを気づくだけでもね、うん、はい、じゃあ日本人ってすごい大事じゃんってことになります、うん、ネイティブジャパニーズスピーカーって少ないんですよ、もう今人口が減ってるから、うん、やっぱ外人は日本語のスピーカー、ネイティブスピーカーにはなりきれないところがある、一文字違うとやっぱ外人になりますからね、から皆さん一人一人がすごく大事なので、じゃあもう宮城弁だけじゃなくて日本語を喋る人自体もだいぶちょっと絶滅の危機に、絶滅の、英語で言うとピュアジャパニーズっていうんですよ。ピュアジャパニーズ、ハーフジャパニーズは結構おられるんですね、うん、外国とのね、はいはい、でもピュアジャパニーズがやっぱどんどん減ってきてる、日本人しか知らないいろんな文化とか技術とかたくさんいいものがあるので、ちょうどオリンピックがね、1年あれしましたけども、はい、みんな一人がまたいい意味で自覚持って準備できたら素敵だなと思うので、まずはちょっと英語の取っかかりをね、悩みを外していただいて、楽しく踊って歌って喋れるようになっちゃってください。はい、っていうことですね。はい、はい、ではじゃあ、はい、今日の英訳をね、皆さんで、そうですね、はい、では今日のこれ、はい、いいですか、さっきの Too Much Surprise つけるよ、はい、驚いたことに、彼は彼女の何ちゃんでした、旦那さん、旦那さん、ゆうこさんだっけ、ゆうこちゃん、ゆうこさんのの旦那さん、あ、彼はゆうこちゃんの旦那さんなんだ、はい、で、そこだけまずいきましょう、はい、He is Yuko's husband、 どうぞ、He is Yuko's husband。 そう、皆さんもご一緒にね、 He is Yuko's husband。 図は分かりますね、あの所有格、これつけますよ、はい、To my surprise、 せーの、 To my surprise、 He is Yuko's husband、 He is Yuko's husband。 そうです、うん、これから驚いた時は To my surprise って、 そこだけ言っても面白い、なるほど、うん、いきなり言うとみんなね、おお英語喋るじゃんって。それぐらい実は英語簡単なんでね、また聞いたかっこよくない、すいません、すいません、お前がぜひぜひ、驚いたことに翼を広げたんですよ、そんな感じでいいですね、結構使えますよね、はい、うん、そんな感じですね、はい、はい、ではここでセレーナ先生とゾードヒカルちゃんに会いたいという方のために生セレーナ、はい、生ヒカル、会いたい方はどうしたらよろしいか、何か、はい、まずですね、ございました、こちら、コースを作ったのがニューヨークコレクション出演コースといって、はい、まあ、私たちニューヨークコレクションに日本女性が出られる日をしっかり作ってきました、はい、この2020年2月、こちらにイケメンの男性がいるんですけど、男性ダメです、男性も大丈夫です、メンズも大丈夫です、やっぱりうん、ちょっとお腹締めていただいて、シックスパッド作っていただけるから、おー、グッジョー、そうそうそう、日本人のね、ニーズはすごくあるのでね、本当国内でもいいんだけども、せっかくだったら国外にも出ていただいて、そのね、一つのきっかけにしていただければいいので、はい、簡単で楽しい英語を自分に身につけ、歩き方をちょっと習って、一緒に9月行ける人がいたら、こちらの東堂ひかるも次またニューヨークコレクションで、はい、他のショーにも出る予定なので、ね、はい、ご一緒できますので見てください。腹筋が割れる方法もね、先生いろいろ粘着を使ったりとかレッスンされてますけど、ご興味があれば、はい、そうそうそう、はい、腹筋やっぱセックスパッド男性の場合脱がされるのでやっぱり、あ、ランウェイで脱ぐんですか、うん、やっぱり水着とかやっぱスポーツでこう、ま、中を外したりとか割と多いんですよ、うん、だから、まあ、それに向けてかっこいいボディを作るっていうのをね、目標にされるともうトゥーマイサプライズの That's me って感じだね、トゥーマイサプライズ、彼は毎日腹筋をしています、おお、でも全然割れない、多分やり方が悪いんです、ね、そうですね、またちょっとご指導させていただくのが大事ですよ間違ったことはいくらやってもね、それはそうそうそう、労力疲れちゃうのでね、だけなので、ね、はい、正しいやり方を身につけましょう、はい、はい、はい、では東堂ひかるさん、はい、はい、東堂ひかるですそこにあったんだ、はい、そこにありました、特に何だろう、トーク上手くなったね、情報とかはファッションショーの告知とか、はい、あとはラジオとか、FM 調布とかでやってるんですけど、うん、あと最近だとちょっとネットの番組とか、ちょっと千葉の方で撮影とかやってまして、うん、で全て情報は Facebook で
こちらで検索していただければと思います。東堂ひかるで検索して友達申請してくださいよろしくお願いします。世界の東堂ひかるですからね、うん、また頑張ります。スターになったんで、うん、もうそのうち来なくなるんだろうなこの番組。呼んでください、はい、来てね、はい、来ます来ます。やったよかったですね、よかったですね、はい、ニューヨークから来ます。やったアンジェリーナみたいですねじゃあ今日も見事にひとみちゃんのね、はい、ふるさと宮城の言葉をセレナ先生が英語に直していただきました、はいはい、ね、英語宮城弁、そしてピュアジャパニーズ、皆さんもしっかり覚えてね、はい、世界に広めてまいりましょう、うんはい、宮城弁講座でした、はい、ありがとうございました。 See you, See you. バイバイ。はい、今日もね、はい、素敵な英語と宮城弁がね学べましたね。そうですね、はい、うん、楽しかったですね。はい、はい、やっぱね、宮城の言葉っていいですね、うん、そうですね、うん、なんか趣があってね、うん、懐かしい感じでね、うん、いいですね、まあ、笑ってね、楽しんで免疫力を上げてね、そうですね、うん、病気にならないように皆さん気をつけてください。ウイルスをやっつけましょう、はい、はい、さあそして今日は、はい、スペシャルなゲストをお迎えしておりますよ。スペシャル、スペシャルなゲストをお迎えしております、はい、はい、じゃあご紹介ください。はい、シンガーソングライターであります、うん、小出正則さんです。はい、小出さんどうぞ。はい、じゃあ腰の手術を失敗してね、はい、10年前に、はい、で、あの杖がないと歩けなくなって、ね、1ヶ月に4回の手術してね、今生きてるのが不思議な状態。私も1ヶ月に3回しました、ね、分かりますね、気持ち。だからもうメスを入れるとね、結構体のダメージ大きいですよね。だからさ、なんで手術する時ってさ、うん、成功することしか考えてないから、うん、今より良くなる方が多いですよね。だから失敗した時の、そうそうそう、なんか絶望感がね、すごかったんですよね。泣きましたもん、2回目の時、でもこうやって元気で、はい、ね、なんとかリハビリ頑張りました、ね、素晴らしい、まあ、今も毎日やることありますから、ね、そうです、はい、皆さんご存知だと思うんですけども、ひょっとしてね、まあ、世界中に配信されてますので、知らない方のために念のため江中ひとみちゃんが、はい、小出正則さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます、はい、じゃあひとみちゃんお願いします。はい、小出正則さん、1977年9月10日フォーライフレコードよりオホーツクでデビューされました、はい、作詞は岡本おさみさん、作曲は小出正則さんで作られた曲でございます、はい、第2回フォーライフレコード新人オーディションでグランプリを取られました、素晴らしい。おかげさまでフォーライフすごいメンバーですからね、泉谷さんとかね、はい、4枚目のシングル新しい空、吉田拓郎さん作曲、それから朝日が丘の大統領の主題歌、それが主題歌になったんですよね、これがスマッシュヒットされました、はい、3枚目のシングル「サーモンベイビー」、全国の川に鮭を呼び戻そうとクリーンキャンペーンソングとして歌っております。ものすごい大活躍された方ですね。今でもね、いっぱいファンも多いし、本当に素晴らしい歌声を、継続は力なりでね、大変お忙しい中来ていただきました、ありがとうございます。何度かこちら小出さんの歌ってる姿を拝見いたしまして、はい、本当に素晴らしくて泣けました。声がいいし、曲もいいし、本当にね、素晴らしいです。今ね、ちょっと背後で流れておりますけど、はい、この歌が先ほどひとみちゃんが、紹介していただきました、はい、朝日が丘の大統領の、はい、こちらにも入っております。ドラマの主題歌ですよね、はい、日テレ最後の学園ドラマって言われて、学園ドラマの主題歌だ、ね、いかにも学園ドラマ風の爽やかな、ね、感じの、ね、曲でございます。拓郎大先生がね、はい、曲を書いてくれて、素晴らしい、で新しい、おかげで、はい、ね、ベスト10には入らなくても、うん、こう当時、うん、ドラマ1年間やってましたから、はいはいはい、だからその間こう延々とこう売れててね、うん、だからそれなりにスマッシュヒットだけでもかなり多くの人の、ね、記憶に残って、うんね、その当時思春期だった人とか見てた人もね、そうそうそう、たくさんいると思いますよね。だから再放送なんかもね、うん、5年10年って、うん、あとローカル番組でやったから、
結構知ってる方、あるいはなんていうか若い人でもね、はいはいはい、気に入ってくれて、ね、ライブなんかに来てくれる方たちもいますよね。そういった面ではやっぱりドラマってすごいなって、ね、改めて思って、ドラマと CM ソングっていうのはね、すごいですよね。この曲なんですけれども、うん、曲が先だったんですか？これはね、はい、僕もよく分かんないんだけど、はい、やっぱりほら拓郎先生がね、はい、吉田拓郎さんがほら、はい、やっぱり僕はちょうどねこのクリーンキャンペーンね、うん、全国の川に鮭を呼び戻そうって、はい、うん、僕デビュー曲がオホーツクでしょ、はい、で3枚目がサーモンベイビーだったんで、うんうん、ずっと北海道に行ってるような状態 で締め切りがね確か7月10日で、うん、10日だったんだよね。僕が帰ってくるのが7月13日で、でまあ拓郎さんが曲作ってくれるからいいだろうみたいな、うんうんうん、もうね拓郎さんがやっぱりやってくれんだったら、いやそれ何も言うことない、すごいことですよね。素晴らしいことですね。吉田拓郎さんご存知ですか？僕も面識ないですけど、吉田拓郎は神ですからね。そうですね、神ですね。神ですよ。神です、はい、ね、そういう意味では本当に良かったなって改めて思いますよね。小林さんは、北海道のご出身でいらっしゃるんですか？いや僕はね両親が群馬だし、あ群馬、はい、じゃあ、あんまり北海道関係なかったんですか？そうそうそう、で川崎の川崎、両親が、うん、親戚の仕事の手伝いに来て、うん、はい、まあ、結婚してで川崎に住んで、はい、で僕は川崎で生まれて、はいはいはい、もう当時はね川崎って言ったらね、うん、郊外の町川崎でしたからね。そうですね、今はほらもうラゾーナの町ってね、うん、いろんな方がね大きなライブでね、そうですね、はい、やりますよね、うん、そこに新しくこうなんていうかこうね会場が大きい会場と、うん、モール街っていうね、はいはい、あれができたからもうちょっとびっくりするぐらい人がね、川崎駅前のなんていうんですかペデストリアンデッキみたいなところとかすごいですよ、うん、2000人ぐらい人が入りますもんね。そう、うん、だからでも西と東、うん、東は映画街があって、はい、西はそのねラゾーナができて、そういった意味ではいいバランスのね供給が取れてて、こう競争もねうまい具合にやってて、まあそういう意味ではもう自分の生まれた時と比べたら想像もつかないくらいいいね町になりましたよね。確かに工場がね多かったですからね。そうそうそう、今も工場たくさんあります。あそうですか。まあ当時はもう郊外すごかったんですけど、もうじゃあ小江さんのおかげであれですね、鮭が戻ってくるわ、空気はきれいになるわ、そうです、ね、かなりクリーンな町になりました。そうですね、下ばたるだきする人たちがいるから、うん、ね小出がなんとか保たれてるっていう状況ですよね。素晴らしい。そうですか。じゃあそのオホーツクっていうのはまあなんとなく、そうだからフォーライフのオーディションで優勝した時に、はいはいはい、オホーツクっていうのは、うん、岡本おさみさんが、うん、もともと拓郎さんに預けてて、うん、で小出のためにちょっと書き直すからっつって持ってきてくれて、うん、僕はね常富っていうディレクターがいましてね、猫っていうグループのね、まあ、有名な方なんだけど、その人がプロデューサーをやってて、常富さんですか？そうです。あなただけを作曲された方ですよね。だからその方が、はい、はい、プロデューサーで、はい、で詩を岡本さんから預かってきてるからこれに曲をつけろよって言われて、で僕読んでるうちに曲ができたから、すごいでもう、あ曲ができたからって明日すぐ持ってくるからってしたら、はいはいはい、いや 2,3 週間余裕があるから慌てなくていいからいい曲つけてこいよって言われて、いやもうとにかく明日持ってくるからってすぐカセットに録音して持ってったら、いやこれは一曲がね、うん、マッチして素晴らしいよって言われてね、でなんかそれがまさかデビュー曲になるとは思わないからね、ちょっともう信じられない状況でトントン拍子でね、でまあね、1977年の9月の10日にデビューすることになった。素晴らしい、まあ、そのオーディションという時はオリジナルで受けられたんですか？あそうです。でもともと最初の1976年の5月ぐらいにね、うん、第2回のオーディションがあって、うん、で1回目が川村優子さんとか原田真二とかね、真二君とか、あとなんだ小林道博っていう3人がいて、でその方たちが1回目 のグランプリと、まあ合格者だよね。で僕が2回目で、僕3000人ぐらいの中から、はいはい、まあ、1人だけ
ね、受かったという感じですよね。シンデレラボーイです。そうです、シンデレラボーイです、ね。それでまあなんていうかその時に送る曲が、カセットに3曲録音して送ってくれて、応募する時に3曲で、僕も23になってた、はい、なる年だから、うん、いやもうプロになる気ないからって言って、うんうんうん、でもいや小出さんなら受かるかもしれないから、うん、あのカセット録音してきてくださいよって僕送りますからって言って、うんうんうん、3つ下の後輩が送ってくれたのが、うん、決勝まで行って、で決勝の時はまた3曲、うんうん、新しい歌を作って、うん、あの拓郎さん、陽水さん、泉谷さん、小室さん、はい、まあ、その他レコード関係者の、ね、人の前で歌うんですよ。でもう1曲僕が歌った瞬間に拓郎さんが「いいだいいだついてみよう」みたいな矢に盛り上がってたから、これはいけたかなみたいな、そういう状態でした、ね、よかったよかった、じゃあかなり短期間でいろいろ曲を作らなきゃいけない。昔のオーディションはハードル高かったですね。いやもう僕あのずっと17ぐらいでフォークソング始めてから、であのずっとあの友達や後輩の、うん、や先輩の影響を受けてオリジナルをね、はいはい、作るようになって、でその時はもう100曲ぐらいできてましたから。ああそうなんですね、で、あのオーディションを受けるまでもアマチュアとして音楽活動というかライブ活動されてたわけなんですか。ああやってました。あのハテナーズっていうね、はい、あの大森とか品川に拠点があって、うん、そこであの活躍している人たち、うん、で初代が、うん、泉谷しげるさんがいたんですよ。あそのメンバーの中 で僕はあの3代目なんです、で3代目で、はい、レコードを出したんですよ。ね、でリーダーの方がだから僕より10年ぐらい上の方で、あそうなんです、ね、まあ、あのコーラスもギターもやっぱり上手くてね。泉谷さんあちらの方の方だったんですよ。葛飾とかあちらの方かと思いましたけど、あ、成田健一さんなんかよくね昔絡んでましたからあっち方面かと思いましたけど、あのあれはエレックレコードの関連でそういうね活動したんじゃないですか、ね、あそうかエレックね、拓郎さんがね巻いた、うん、はい最初にね古い船を動かすので、あのだから、はい、拓郎さんがいなくなって、うん、泉谷さんをプッシュして、うん、泉谷さんが出てきたんですよね、うん、でだから昔の若い頃のカセットなんか、うん、今僕預かって持ってますよ、うん、あそうですかで貴重なお宝みたいなね、貴重なお宝ですねちょうどあの当時というと、いわゆるその前だともうちょっとなんか反戦とか、そうそうそう、メッセージ性の強いものからパーソナルなテーマに変わる頃っていう感じですかね、うん、だから基本的に、うん、フォークソングって民謡じゃないですか、うん、でそれを自分たちの、理解のもとにこう暮らしやなんかを、うん、あるいはその世の中のことをね、うん、まあ、今も歌われてるけれども、うん、やっぱりオリジナルとして作ったのが、まあ、フォークソング、まあ、アメリカンフォークが日本のフォーク独特のね自分たちのオリジナリティになって、ね、それが拓郎さんやなんかが出てきて J-POP という形になっていったわけですよね。ニューミュージック J-POP というね、そういう意味ではとにかくとてもなんていうかいろんなこう人たちに僕は恵まれてこう生きてきてるなって思いながら、まあ、あの活動してましたよね。すごい、なんかこうね神のような陽水さんとか拓郎さんとか名前が出てきましたが何かこう触れ合いの中で当時の思い出とかエピソードとか知られざる拓郎秘話とか何かありますか。ああやっぱり僕はあの1回2回ぐらいかな、うん、あの飲み会に付き合ったり、うん、はい、で同じ事務所に桑名正博さんとかね、はい、いろいろ、はい、まあ、同じ年だったけどももう彼は17ぐらいでデビューしてるね。拓郎さんは、ね、やっぱ23歳でデビューしたのかな。でだからいろんな面でこうなんかこうロックのね人、うん、あるいはこうフォークの大御所みたいな人たちに出会って、で事務所とレコード会社ってまた違うから、そういう意味ではあの事務所でいろんなことがある、うん、問題があると、はい、大変なことになっちゃったりね、うん、でレコード会社でなんかいろいろあるとね、はいはい、またね、当時はねレコード会社の力も強かったですからね、そうです。だけどフォーライフはほらなんていうの、勝手にあの4人が作っちゃったから、はいはい、もう世間からね、いわゆるレコード店にレコードが置けない時代
まあね、にこの若造たちがみたいな、ね、そういういろんな逆もあったと思うんですけど、そういう苦労があって、はい、でポニーキャニオンさんかな、うん、ね、あの販売もなってくれて、うん、であの一般にレコーダー店に置けるようになったんだよね、うん、だからいろんなそういう大変な時代だから僕らがこう若い頃ギター始めたらギターや持ってるやつは不良って言われたでしょ、ね、ギター持ったら不良ですからね、エレキなんか持ったらもうとんでもない、そうです、ね、そういう時代ですからね、皆さんが教科書に載るビートルズもね、不良って言われました、今の皆さん音楽やってる人たちがいかに恵まれた中で ね、 そうですね、やってるかっていう、そのね、始めたばかりの皆さんはもう本当に大変だったと思いますよ。僕なんかも中学校時代バンドやってて、で、あのバンドのボーカルやってたんだけど、うん、あの結局不良っていう扱いじゃないですか、うん、だから謝恩会に出てほしいってもうたくさん言われたんだけど、うんうんうん、でもあの英語の先生で、あのアメリカンナイズ、要するにもう本当の英語を喋ってる先生で留学した先生だったから、自分たちのクラスか、あのクラスの送別会やるときに、じゃあバンドやっていいよって言われて、でたまたま自分たち の、 あの教室にも他のバンドのメンバーたちがいたから混成でやって、で3、40分バンドやってね、いい思い出ができましたけど、とにかくその不良というねイメージの中でこう生き抜いて、それでこう自分たちのフォークソングロックをこうね広げてね、今やそれがなきゃ集まらないっていう形になったでしょう。そういった意味ではとても良かったですよね、うん、皆さんのね、そういう小池さんをはじめ努力があって、そうです ね、 ね、今日ね見てる中にもね、うん、音楽やってる方多いと思いますけど、そうですね、もう今や不良とは言われないですからね、そうですねむしろ憧れの対象というかね、憧れの対象になります、ね、でもまあプロ野球なんかも昔はそうで、ちょっと職業野球なんていうのはね、あのちょっと一つ下に見られていて、一流大学を出た人はあまりプロ野球に行かなかった、ドラフトされても拒否して、あの企業に入ってで、あのちゃんとした道を行くっていうような時代だったんですけど、ね、今はもう親御さんがね、子供の時からプロ野球選手にしようとかもう時代がだいぶ変わりましたよね、役者さんなんかもそうかもしれないですね、河原小敷なんて昔はね言われてたり、本当ですか、してましたけど、今はまあ憧れの職業、そうですよねいい時代になりましたね、なりましたね、よかったですね、そうですか。さあもうそうやってご活躍の小出さんなんですけども、音楽を今ね志している方とかやってる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、何かこうやったらもっと音楽上手にできるとかアドバイスとかありますかね、僕はこうやって一皮向けたなんか経験があるみたいな、僕ね、あの中学時代からこうバンドのボーカルやってて、はい、でまあ一応歌はうまいって言われたんだけど、はい、あの19ぐらいの時に、あのやっぱりバンドやったりフォークソングやったりしながらいたんだけども、その時に小出君歌うまいけど、ハートがないよねって言われて、すごいショックで、それであの玉川の土手にね、近くにあったんで、でカセットを持ってって一生懸命録音しながら歌ってみたら、確かにこうハートがないのね。でどうしたかって言ったら、まず歌が上手くなるには、その人の心に伝わるような歌い方をしなきゃいけない、それを毎日カセットに録音しながら歌を歌ってました、はい、そうするとまあいろんな人が聞いてくれてアドバイスしてくれればいいけども、はい、今はほらいろんなね、ギター楽器屋さんがあってね、はい、教えてくれるけども、当時はほらいわゆる、まあ、当時もあったけども、はい、お金を出さなきゃみんなお金がないから行きたくても行けないっていう人もたくさんいるから、はい、そういう僕にとってはまあ、仕事しながらやってたからね、なおさらこうなんていうの、玉川の土手に行って録音しながら聞いて、で、あここはこうだな、ああだなって、じゃあこんな風に歌おう、あんな風に歌おうって言って、まあ、1年が過ぎね、た頃に、まあ、急にこう歌がまず上手くなったって言われるようになってね、そのハートのね込め方が、そのなんていうか、歌がうまく歌うんじゃなくて、どうやって心を込めて歌ったらいいか、相手に伝わるかっていう、それをね考えて、それから矯正しながら、だからそのカセットレコードに、あのレコーダーに録音するたびにこうね
僕はそうやって歌が上手くなるようになっていきました。でやっぱりでもシンガーソングライターを目指してるから歌を作るにはやっぱり日常あったことをこう日記に書くじゃないですか、はいはい、でそれに自分の思いやね、今日はこう一日こうだったけどもね、俺だったらこうだよね、あの人はこうだったけど僕はこういうふうに生きたいとか、うん、ね、こういうふうにね、やっていきたいとか、うん、そういう一つこうワンポイント自分の思いをね書きながらやってるうちにこう詩になっていく、うん、それをだん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 、あとやっぱり自分の経験、うん、ね、いろんな人がやっぱり歌作ってやるけれども自分の経験を基準に、ね、歌ってなってるじゃないですか、日記のようにね。だからそれを繰り返し繰り返しやっていって、あとは本読んだりね、いろんな詩集勉強になることたくさんあるよね。で世の中の出来事を知る、ね、それも歌の、ね、社会風刺だったりなんかねもできるし、今こうねいろんな当時は公害の問題だとか今はね、今まではちょっとコロナの問題とかいろいろね大変な、それで自分がねどういうふうに思うか、どう感じるかって、それも自分の歌にすればいいしね。だからいろんな苦労ね、まあ昔の人はね苦労は勝手でもしろってね、自分のプラスになるからってそういうふうに言われてましたよね。だからそういういろんな経験を積んでいくことに歌がこう形成していって、オリジナリティになる、いろいろなこう人がね、あの人誰かに似てるよねって、この人誰かに似てるよねって、みんなやっぱり憧れれば、うん、その誰かに似るのは当たり前だけどね、そのプロになった人たちも有名な人たちもどっかの外国の人たちの憧れになってるから、うん、結局その人たちもコピーだったり真似だったりしてるわけ、うん、だからそういった意味ではね、うん、誰に似てるからじゃなくて自分らしく自分の思いを伝えられる歌を作ればまずいいんじゃないかなって、そんな風に思う今日この頃だよね、影響を受けてね、いろいろ始めて、そうそう、ある程度になって、うん、そこから一つ、脱却していくにはやっぱ自分らしさ、うん、ただ単な技法的なものだけじゃなくて、ね、そうそう、だからあとは好きなことはね、うん、一生やっていけばいいし、だからプロになれなくても、うん、結婚して子供ができても、うん、ね、例えばね、やっぱり歌を作っていけば、だって60代になってさ、デビューする人だってね、いるんだから、だからそんなことを考えたら、うんうん、もう全然何も気にしないで、好きなことはやりながら、仕事をしながら、うん、子育てしながら、いろんなことを経験しながら、それもまたね、自分の大きな宝になるし、歌になっていく、ね、うんうん、そういう意味では、やっぱり継続は力なりでね、やっていって。歌を歌えば歌うほどね上手になるし、うん、やっぱり慣れですよね。いい話を聞きましたね、なんかひとみちゃんね。そうですね、ちょっと勉強になりました。ひとみちゃん作曲もやるんだよね。いやでもそういう経験が大事ですね。そうですね、いろいろ教わりました。でもね、こう人間としてもね、成長していくっていうことがやっぱこう両方にプラスになっていいですよね。歌も上手になるし、そうですね、うん、人としてもやっぱり成長できるし、身について人にも優しくなれる、そうですね、うん、とってもいいことですね、うん、さあもうやり尽くしたことばかりだと思うんですけど、まだまだでもありますね、うんうん、す小出さん、これからどういう今後は、うん、やっぱり今、はい、ラジオ、ね、うん、やらせてもらっているのでね、はい、ではこのね、はい、ラジオの番組表がございます、はい、はい、こちらでございます。東京スターレディオ、東京スターレディオです、ね、八王子 FM ですよね、はい、でそこの開局、2017年10月から開局されて、でその、開局当時から、うん、毎週、現在は毎週日曜日、当時は土曜日でしたけどね、毎週日曜日午後2時から、はい、2時55分まで、フォークソングの、まあフォークソングだけじゃないけども、うん、懐かしいフォークソングのコーナーでね、フォークソングとか、あとこれからの若い人のために、うん、2曲、うん、2グループ、2組2曲をね、うん、音源を送っていただければこちらでね吟味してかけますんでね、ぜひ
東京スターレディオ小出雅則のコーナーにね、はい、これはプロアマ問わずですね。そうですね、はい、はい、うん、そしたら差し支えがなくて、オーナーに文句が言われなかったら、はい、ね、ぜひかけてみたいと思います、ね、じゃあこっそり送らないといけないですね。大口調の演歌ってのありますね、はい、もう全然いけますね。はい、こちらの番組になっておりますのでね、はい、ぜひ皆さん聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。日曜日の午後とか、ね、午後2時からですね、はい、うん、2時55分までの、はい、いろいろ楽しいお話と音楽とね、はい、懐かしい音楽とそれからこれからの音楽とね、はい、小出雅則のフォークソングという、はい、はい、番組でございます。大体懐かしいフォークソングを6曲、うん、それから2曲、うん、ね、これからのアーティストを2曲やってますからね、はい、ぜひね、ぜひ聞いて、ね、応募してくださいね。ね、はい、よろしくお願いします。日曜日の八王子FMはね、午前中は村野武則さんの番組もありますし、この間出ていただいた郷達人さんね、はい、午後は小出さんということで、そうですね、もうラジオの前から離れられない日曜日でございますのでね、はい、楽しみにしてください、聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。素晴らしい話をね、いっぱい聞けましたけど、いっぱい聞きまして、本当にもうなんかね、自分の生きてきた人生を振り返ってきて、うんうん、なんかもう恥ずかしい限りでございます。これからね、ちょっともうちょっとね、ちゃんと生きていきたいなっていう気分になりました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。小出さんのね、いろいろ SNS とかもございますので、うんうん、はい、何かイベントとかはそちらの方でチェックしていただければと思いますけど、はい、Facebook、はい、Twitter、LINE なんかもやっております。はい、ぜひチェックをしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ小出さんね、一番最後にまたね、特別ななんかね、イベントをやっていただきますが、その前にちょっと番組の、はいはい、エンディングまでいきたいと思いますので、はい、ちょっとお付き合いください。はい、はい、では、本日の視聴者の皆様にプレゼントでございます。はいはい、今日のプレゼントはこちらでございます。マスターコースウィスパリング同時通訳、通訳同時通訳の英会話の学習方法はもうなんか英語学習の、ね、ノウハウの宝庫でございます。いろんなプロセスがありますので、通訳の勉強するということはね、英語試験ね、それから大学受験などに大変役に立つ、プロセスがいっぱい詰まっております。こちらの本を、皆様にプレゼントしたいと思います。ひとみちゃん、今日はこちらの本を何人の方に、はい、500名の方に、はい、500名の方にプレゼントしたいと思います。太っ腹です。はい、ね、なるほどございます。はい、はい、では宛先をじゃあお願いいたします。はい、こちらになります。株式会社南東、はい、はい、はい、東京都新宿区山吹町361まで、はい、完成ハガキでご応募ください。はい、完成ハガキでお願いします。お願いします。昭和のラジオみたいですね。昔ハガキ職人とかね、いましたもんね。懐かしいね。中学高校拓郎さんのね、深夜放送ずっと聞いてましてね。そうですか。ハガキ職人かけましたよ。いや、僕はもうとかね、風浩二さんとかね。僕の番組なんか今でもハガキ手紙だからね。わあ、素敵です。あの番組もちろんメールもあれだけどね。懐かしいですよね。はい、懐かしいですね。ではひとみちゃんから告知とかありましたらお願いします。はい、それではすみません、はい、告知させていただきます。はい、はい、あ、これ25日持ってきちゃった、ごめんなさい、はい、ちょっと日付が間違っています、ね。はい、4月24日金曜日、はい、21時スタートです。はい、はい、こちらはですスカパー、うん、ベターライフチャンネル、はい、より良くなるんですね。はい、はい、えらかひとみなぐもかずのみのアスピレーション、楽しいトーク番組になっております。はい、ぜひ見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。すみません、準備が悪くてすいません。いいですよ。はい、こちらが、はい、はい、こちらはですね、はい、小出さんと一緒の、はい、はい、スター、はい、東京スターレディオでございます。はい、はいはい、毎週水曜日24時30分から24時55分まで、南雲和則、江中ひとみのマイラッキーチャームがございます。ぜひ聴いてください。はい、普段ね、ひとみちゃんのなんか知らせざらぬなんか面白い謎かけとか持っていただいて、はい、すいません、ありがとうございます。聞けますけどね、楽しみにしてください。ラジオ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして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 新曲が出たんですね。新曲が出ました。はい、こちらでございます。はい、各音楽サイトから配信中でございます。はい、メタル調ポップスっていうか、はい、うん、パッセンジャー
ぜひぜひ皆さん、ね、ダウンロードして聞いてください。はい、お願いします。僕の番組でもね。あ、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。やった、嬉しい。これ大変なことですよ、楽しみだね。とっても優しい、ありがとうございます。ます、はい、それからですね、はい、申し訳ございません。こちらがですね、はい、春と夏、はい、アルバムができました。10曲ずつ。はい、こちらの今あの配信したされているんですけれども、はい、後にあの CD 化されますので、ね、はい、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてください。はい、CD は、1枚2000円プラス税で、配信の方は2037円でございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、はい、こちらのですねライブ情報に参ります。はい、こちらはですね、はい、5月8日鎌田ニューエイトさんで18時開演でございます。19時開演でございます。入場料は2000円。えなかひとみワンマンライブひとみパラダイス、ぜひお越しください。お願いします。よろしくお願いします。ね、誰も来なかったらどうしましょうね。こんな感じで大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、はい、あとあれがありますよね。はい、ひとみこれはもう終わってるから、シーウェーブと、あ、こちら、はい、いいんですか。はい、でそれで今呼びますからね。はい、はい、じゃあね、では、はい、それではあのひとみちゃんは4月からインターネットテレビに出るということで、はいはい、ひとみちゃんと一緒にテレビに出る方が偶然ね、なんか会場にいらっしゃったんで、そうなんですよね、せっかくですからね、はい、ご紹介しましょう、はい、なんか今日は日付を間違えてきちゃったんですけど、どうぞ、では、ソンケさんでーす。どうぞ、僕は、はい、いてください、いてください。すいません、ひとみちゃん。僕はあのこの継続は力なりだ。すごく本当に心に響きました、あの自分の代表作で、あのその翼広げてという歌がありまして、その歌詞の中に、あの一回チャンスを失っても、うん、あの継続さえしてればまたチャンスは来るから、はい、次のチャンスはその手で掴み取れって歌詞があってですね、はい、本当にもう共感できてですね、本当ありがたい お話を伺えて本当に、光栄でございます。はい、で、あの今あの、はい、南雲さんと、はい、ひとみんから、ちょっとご紹介いただきましてですね、4月から、はい、2つの番組ですね、を、持たさせていただくことになります。まず1つ目はですね、こちらからにしましょうか。はい、はい、毎月第1、第3木曜日、22時30分から23時までですね、こちらはワロップ放送、ワロップ放送の方で、夢見るイントロダクションという、番組を、持たさせていただきます。はい、はい、でもう一つがですね、今度4月14日火曜日から始まるんですけど、こちらも、毎月第2第4木火曜日ですねの15時30分から16時20分まで、はい、こちら生放送ですね、北千住の、Cウェーブの放送局からお届けしております。でこちらはあのスタジオ観覧もできますので、1000円で、ワンドリンク付きで、スタジオ観覧できますので、こちらは、七色スマイルブギという、こちらはひとみんの、スマイルブギという歌と、あと私の七色、はい、この2つを掛け合わせた、名前になってますので、皆さんにこう七色の虹の色の、ね、笑顔スマイルを届けたいと、はい、いうことでですね、はい、頑張ってまいりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、はい、なかなか皆さん忙しいですね。すごいですね、メディア露出は。嬉しいですね。ひとみちゃんの新しいキャッチフレーズができたんですって。あ、キャッチフレーズ、はい、いろいろメディア出てて、はい、え、売れてないけど忙しい。やってないけど忙しいということで、ね、はい、ではね、はい、先ほどちょっといろいろ打ち合わせをしたんですけど、はい、ちょっと雰囲気を、はい、雰囲気をちょっと段取り変えます。はい、はいはい、ここでですね、はい、皆さん小出さんの素晴らしい歌を披露していただきたいと思いますので、何という曲ですか。ゴスペルフェスタエンドレス。ゴス、はい、じゃあここ座ってるんですよ、座ってるんです、さてです、はいはいはい、ゴスペルとね、はい、フォークソングの思いを一つにした歌なんですよね。なるほど、はい、では皆さん、では皆さん聞いてください。それじゃ、
ゴスペルフェスタエンドレスをやります。どれだけ人を傷つけたら自分の愚かさに気づくのだろうか。どれだけ人を裏切ったら自分の醜さに気づくのだろうか。本当の愛を知らずに育ったから、自分のことしか考えられずにいる。人は時々とても気まぐれで、自分が何をしているのかわからないのさ。だけどどんな人でも見捨てないで、優しく迎えてくれる人がいる。希望を伝えるために歌い続ける。この街で愛と希望を伝えるために歌い続ける。ゴスペルフェスタをどれだけ多くの人が死んだら、この世界から悲惨な戦なくなるだろうか。どれだけ多くの子供が死んだら、この世界から飢え貧しさなくなるだろうか。いつも不安と戦いながら逃げ惑うように暮らしている人々がいる。だけどどんな国に生まれようと、子供たちの笑顔はいつも輝いている。たとえこの世に未来がなくても、この世界にいらない人などいないはずさ。愛と希望歌い続ける。この街で愛と希望を伝えるために歌い続ける。ゴスペルフェスタを、歩き続けたら本当の幸せをつかめるのだろうか。どれだけ走り続けたら夢をこの手につかむことができるのだろうか。せわしない毎日に疲れ果てて、いつしか生きることに精一杯で、希望を失い夢すら持てないで、さまよい続けてる人たちがいる。だけどいつも見守ってる人がいる。あなたはそれに気づかないでいるだけ。希望を伝えるために歌い続ける。この街で愛と希望を伝えるために歌い続ける。
この街で愛と希望を変えるために歌い続けるゴスペルペット。やったねー、素晴らしい。なんか魂が揺さぶられるというか、生で聞くと違いますね。はい、まあ、CD もいいんですけど、まあ、機会がありましたらね、ぜひライブとかね、足を運んでほしいと思います。本当にありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございました。これからもどうかよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。もしなんか持ってる曲がありましたら、絵の描いてもらいたい。手話描きますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、いつものようにね、ひとみちゃん、エンディングのコールがございますので、こいつさんも一緒にじゃあお願いいたします。はい。はい、それでは、うん、次回の恋するブックカフェまで。See you!目指して夢に